めちゃめちゃイケてる。似て、芸人がバンドを組みステージで披露する藤お笑いロックフェスティバルという企画が放送された。しかし同企画は過去に放送した内容と全く同じものだった。この日のめちゃイケは2年前の27時間テレビ内で放送された企画をそのまま流すという内容でした。しかし総集編的な構成ではなく、レギュラーメンバーの登場やライブ映像を見ているワイプ画面だけが新録。さらに出演者は気質の映像にもかかわらず、まるで初めて見た映像であるかのようなリアクションを繰り返していたため、新作だと勘違いする視聴者が続出しました。冒頭に27時間テレビで見せたロックフェスがよみがえるとのナレーションはあったものの、過去の映像を新作のように放送したことに対し、番組ファンからは2年前の再放送を垂れ流すなんてやる気がないのか、まるで新撮りのように放送するのはひどいと批判が殺到している。この状況に一部では番組の打ち切りがささやかれているという。最近のめちゃイケは今回の再放送だけでなく、一度の収録を何週にも分けて放送するなど明らかに予算不足がうかがえます。まためちゃイケを打ち切れという声が局内にあるという。さらにフジといえば、先日亀山千尋氏が退任し、宮内正樹氏が新社長に就任しましたが、彼は大幅なコストカットに取り組むと明言していますから、低視聴率で出演者ばかりが多い同番組は真っ先に大なたが振るわれる可能性が高いのです。放送開始から20年以上の歴史を誇る長寿番組のめちゃイケ、最近では再三打ち切り説が流れていたが、果たして同番組は次の改変期を乗り越えることができるだろうか。めちゃめちゃイケてるはフジテレビ系列で1996年10月19日から毎週土曜日の19時57分、20時54分に放送されているナインティナインがメイン司会を務めるバラエティ番組、一部系列局を除く。ステレオ放送、字幕放送、ハイビジョン制作が実施されている。正式な番組タイトル名は、めちゃめちゃイケてる。フォワット・ア・クール・ウィーアー。通称、めちゃイケ。新聞のラテ欄では、めちゃめちゃイケてる、もしくは、めちゃめちゃイケてる。と表記されることがある。1996年10月19日放送スタート。放送開始以来横並びではほぼ独走状態であり、安定して 15% 以上の視聴率を記録し、 20% 以上も珍しくなかった。番組の視聴層である若い世代の在宅率が低くなることなどが起因して、夏場7、9月の視聴率が 10% 前後と低迷する傾向がある。その後もスペシャルでは18% 近い高視聴率をつけるものの、通常回の視聴率は 11-14% 台で推移している。しかし2012年1月7日放送回の岡座いる SP では 22.3% と高視聴率を記録した一方で、同年7月28日放送回は裏番組でロンドンオリンピックサッカー女子日本対スウェーデンの影響で歴代最低の 7.9% を記録した。しかし近年では通常回の視聴率は一桁が続いているが、スペシャルでは高視聴率を記録することもある。いらないレギュラー切れよ。毎回毎回クソ寒い企画ばっかりだもんな。ひどすぎるわ。プロの意識とか全くないんだな。コントしなくなると終わりの始まり。新レギュラー全員クビにすればいいんだよ。新メンバー加入で見るの、やめちゃった人結構いそうだな。もう10年ぐらい？いつまで新メンバーなのか。この番組苦手。内輪だけで盛り上がってる。出演者もめちゃイケファミリーみたいでほんと嫌い。つまらないから切ってもいいけど、真っ先に手をつけるのは社員の高すぎる給料だと思うがな。企画力に問題があるんだから番組潰しても同じだよ。別に好きにすりゃいいけど、中途半端に新要素入れずそのまんま再放送でええやんって思っちまう。フジなんか見て文句言ってるやつに同情できるか。見たはずなのに内容が思い出せない。再放送だったことにも気づかなかった。誰が出てたんだっけ。大して炎上してないところ見ると本当に視聴者減ったんだなと実感する。世間から隔離されたお台場から面白いものを生み出せるかという実験、これは打ち切り詐欺ですわ。原点回帰ということで、またコント中心の番組にしたら山本も戻してさ。ドッキリはそれなりに面白かったけど、それ以降がひどいことになってる。テストでもやろうぜ。毎回毎回打ち切りの話題ばっかりだな、この番組は。典型的な昔は良かった番組。
むしろまだ終わってなかったのかよ。あれ再放送だったんだ。まあ、めちゃイケ見るなんて年に一桁回だからわからなくて当然といえば当然。ダウンタウン見て育った者には、こいつら何が面白いのか全くわからない。何度か頑張ってみたけど笑ったのは、多分一回もない。良い子もないないも普通に好きなんだけど、この番組のノリになってる時は、なんか好きになれなかったから見るのやめた。っていうかまだ続いてたのか。小学の頃からしてるからかなり長いな。メンバーが全体的に好きやないな。富士はバラエティの視聴率最下位だし、月9もゴミになり下がったし、いろいろ体質が古いんだろうな。旅猿の岡村は好きだが、この番組の岡村はなんかな。見てるよ。ここ数週はマジでおもんないやろ。写真載ってるジブリパロディのドッキリ企画はそれなりだったけど、羽飛びは単純に力不足、主に金婚の。あと女性陣が芸人として終わってるしね。オアシズより人としては幸せになってるけど、やめようが続けようがどうでもいい。好きにすればいい。同好会。テレビを見てない俺に隙はない。打ち切る勇気ないと見たチキンテレビ。お金がないなら藤が持ってる吉本の株を売ればいいのにね。芸人がテレビ局に時間を潰しに来てるだけの番組作る意味あるのか。 YouTuber レベルだろ。いや、YouTuber 以下です。コントやれば見てくれると思うけど、もう10年以上見てない気がするが、その間 EXILE とか AKB とか小判ザメ商法みたいなことしかしてないイメージ。始まった当初は若手芸人の体を張った笑いが面白かったのに、レギュラーメンバーって今何歳だよ。この番組内だけ時間が止まってるような痛々しい空間は何なんだ。ゴールデンで再放送とかひどすぎ。スポンサーはこの事実を知ってるのかね。めちゃイケ、皆さんのおかげを切れない理由は何なんだろう。この番組嫌いとかつまんないとか平気で言う人を見て思うわけよ。結構見てんだなって。俺の場合どんな番組かも知らんし、いつやってるのかすら知らん。嫌いとかつまらんとか評価する以前の問題なわけよ。クオリティが落ちたというよりは、視聴者の思考の変化に対応できていないという感じかな。同じ企画の焼き直ししとかじゃなくて、同じ VTR を使い回したのかよ。すげえな。テレビ業界全体が老害化しているので、若者に受ける番組を企画することができない。だから、新しいものが作れない、古い番組を打ち切れない、たまにやっても、昔の番組の二番煎じ。その結果、こういう番組はいつまでも残り続ける。めちゃイケしかり、トンネルズの番組のしかり、ロンハーしかり。やっぱり、バラエティって長く続けすぎちゃダメなんだよ。ロンハーも、そうだけど規制規制でマジつまらん。そりゃ、子供は、YouTube の素人や学生のノリに流れるわな。どうせ潰れるんだし、山本出して潰れろや。そんなにコント見たいか？コント番組になったら確実に見ないわ。まだ続いていたことに驚きだよ。病気の状態で言ったらステージ4の段階かな。もはやまだやってたの状態。昔は面白かったのにな。いいとこでスパッと切っとけばいいものを。いい年こいたおっさん、おばさんが中心になってしまった。いつまでも同じようなことやってるから見苦しいにも程があるわ。めちゃイケがいらないじゃなくて、フジテレビがいらない。打ち切りかとか何年言ってんだよ。 YouTuber みたいにキャラ立てて体張らないと面白くない。何回終わってるんだよ。さっさと打ち切れよ。やめよっかなキャンペーンで真意を問え。まだやってたんだな。クズテレビって時点で終わってる。めちゃイケ打ち切って良い子にひたすらゲームさせる番組にしよう。藤は筆頭株主で、低迷の理由に吉本とズブズブな関係を指摘する声もある。何年も前から打ち切り打ち切り言うてるやん。飽きたわ。全てはプロデューサー変わったせい。何もかもプロデューサー変わってからつまらなくなった。18年くらい見てないけどいっぱい人いるのな。と思ったらかなりやめたんやな。中島戻せ。日清の件で山本戻さなかった時点でお察し。だからこそ山本を起用して実力を見せなきゃいけなかったのにな。今は正直アベマの方が面白いよ。矢部は残りの人生趣味だけやって暮らしたいんだろうよ。お金あるし。岡村はまだお笑いやりたいんだろうな。思いばかりで空回りしてるけど、成功した芸人はあとは落ちるだけだもんな。番組打ち切って楽にしてあげなよ。次の世代に渡そうよ。毎回最初の5分漫才すればいいのに。岡村入院から新メンバー加入くらいから徐々に興味薄れていって全く見なくなった。